毎度。今日は奈良町の洋食春へ行くで。お邪魔します。いい感じの日本家屋の古民家場やね。お庭とかも綺麗よ。さて早速出てまいりました。サラダとエビにつけるタルタルですが、なんと奈良漬けとバジルと2種類。あ、ドレッシングが美味しいね、このサラダ。はい、出てまいりました。本日のメイン、天然有頭エビフライ&ハンバーグの単品でございます。見てこのビジュアル、めっちゃ美味しそうや。いただきまーす。うわ、めっちゃハンバーグジューシーやわ。めっちゃうま。ポテトもソースつけていただきます。人参もいただきますね。うわ、これもうふわふわ、肉バーン、めっちゃ美味しいわこれ。さてこの有頭エビフライ、めっちゃでっかい。さてこれを2種類のタルタル、こちらがね奈良漬けのタルタルで、左側がねバジルのタルタル。いや初めてこれ食べたけど、奈良漬けってすげえな。これは美味しいわ。こんな奈良漬けのタルタルが美味しいと思うんだったら、いやもちろんエビも美味しいけどね。はい、インゲンもいただきます。いやーこれたまらんわ。はい、そしてソースをつけていただきますね。もう一回肉、もう一回バーン。ここね人気のお店やからね、なかなか入られへんみたいけど、ちょっと時間ずらして雨の日行ったからちょっと入れたけど、もう次から次からお客さん来るぐらいだったもんね。繁盛するのがよくわかるわ、この美味しさやと。そうそう、このエビね、店員のお姉さんが言ってたけど、尻尾から頭まで全部食べられるらしいわ。ってことで、あまり全部食べへんけど、尻尾とか残すけどね、今日は全部食べてみたいです。そしてこの野菜とかも、ええ材料使ってはんねやな。すごい美味しいよ。あとこの卵、白身がね、ちょっと甘い。絶対ええ卵使ってはんねやな、これ。さて、一気にいただきまーす。ハンバーグね、めっちゃボリュームあるね。単品にしてよかったわ。ほんま、結構お腹大きくなるよ。で、最後にエビフライやで、これの頭を最後にいってみたいと思いますわ。もちろんこんな感じで奈良漬けのタルタルにつけていただきましたで。あー美味しかったわ。ほなまた。